こんにちは埼玉県東松山市の司法書柴崎です今日は不動産の相続登記を司法書士に依頼した時に司法書士に何を任せられるのかこういったテーマでお話をしたいと思いますそうですねまあ、不動産の相続登記なんですけども遺言書がない場合はですね基本的にはこのような流れになりますまずですね対象不動産を調査するんですけども司法書士に依頼するとですね司法書士の方で登記事項証明書、まあ、登記事項証明書 当規模当本ですね。これを取って不動産の内容を調べたりですね。あとは内容瀬帳とか評価証明書とか、そういった不動産に関する書類を司法書士の方で取得すると。そして相続手続きに必要な戸籍の収集なんですけども、印鑑証明書以外はですね、司法書士の方で集めることも可能ですので、司法書士に依頼した場合はですね、集めるのがですね、手間な場合は司法書士に戸籍収集を任せることもできるということになります。そして 相続人同士でですね、まあ、遺産分割の話し合いがまとまった場合はですね、その内容に基づいてですね、遺産分割協議書を司法書士の方で作成することは可能です。ただしですね、相続人同士の話し合いがまとまらない時に、他の相続人と交渉をですね、まあ、誰かに代理してもらいたいということの場合はですね、その代理交渉っていうのは弁護士に依頼する必要があります。代理交渉を任せたい場合は弁護士に依頼するということになります。 なりますで、話を戻しまして、まあ、特にもめ事もなく、相続人同士の話し合いがまとまってです、ね、遺産分割協議書を司法書士の方で作ってです、ねで、そこに相続人全員の署名と実印を押印してです、ねで、その遺産分割協議書を添付して、相続登記、司法書士の方で相続登記を法務局に申請して、まあ、申請してからでおおむね1週間とか2週間で登記が完了して、名義変更が完了するという流れになります。 ちなみにこのチャンネルではですね、相続とか遺言についてですね、情報発信をしております。ではですね、今回説明するのは遺言書がない、こういったケースで説明したいと思います。例えばですね、この不動産を持っている父老さんが亡くなってですね、相続に妻と子供がいた、このような状況でですね、この不動産の名義変更、相続登記をしたい、こういったケースで考えていきたいと思います。 で、まずですね、司法書士に相続登記を依頼するとですね、まあその対象の物件、不動産の調査をですね、するんですけども、司法書士の方でですね、不動産の登記事項証明書、昔で言う登記簿登本なんですけど、法務局でですね、登記事項証明書を取ってですね、まあその所有者がどうなってるかとかですね、 まあ、あとは、その物件のですね、情報ですね、所在一番地籍、えー、等の情報が分かるようにですね、登記事項証明書を取るということになります。またですね、評価証明書を取ったりですね、登録免許税ってのを計算するために、登録免許税ってのは登記するときにですね、まあ、収入印象を収めるんですけども、その計算のためにですね、評価証明書、固定資産評価証明書ってのを取ったりですね、あとは物件に漏れがないかどうか確認するためにですね、 市役所でですね内寄せ庁といって,言ってその亡くなった人名義の不動産の一覧を役場で取得しますまたですね構図っていう地図を 取ってですね例えば近所の人と共同で、共有で持ってそうなですね道路、私道がないかどうか調査したり、またもともと亡くなった人が持っていたですね権利証とか、登記済み証とか、あとは登記識別情報などを見て、そこに物件の表示、不動産の表示が出てますので、それを見て、物件に漏れがないか確認したり。 まあ全てのケースにおいてですね、全部あのやるかどうかはまた個々によって変わってくるんですけども、おおむねこんなことを司法書士の方でして、物件の調査をするということになります。 あとはですね、はじめの面談ぐらいの時にですね、相続税についてはですね、その亡くなった人のですね、相続税の対象の財産からですね、控除できる債務、葬式費用を引いた額がですね、その相続税の基礎控除額を超える場合はですね、10ヶ月以内に相続税の申告が必要ですよというアナウンスをしてですね、でもしですね、 基礎控除額を超えそうな場合、もしくは、ま、ちょっと微妙な場合はですね、税理さんに相談した方がいいというアナウンスをしております。で、基礎控除額はですね、法定相続人の数かける600万円プラス3000万ということで、相続人が1人であれば3600万だし、2人であれば4200万、3人であればですね、4800万、まあ、以降600万円ずつこう、 相続人一人につき増えていくという話になるんですけども、基礎控除額をですね、超えそうな場合は、相続税申告が必要なので、あの、税理士さんに相談した方がいいということになります。もしですね、お知り合いの税理士さんとかいない場合はですね、東松山周辺でよければですね、必要に応じてご希望によってですね、相続税の申告を相談できる税理士さんの紹介もしております。 では、話戻しまして、まあ、不動産の調査が終わったらですね、今度、相続登記に必要な戸籍の収集なんですけども、基本的にはですね、えー、亡くなった人、非相続人の書類としてはですね、その人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍等本、昔の戸籍は改正原戸籍とかですね、除籍等本とか名前が違うんですけども、出生から死亡までの一連の戸籍等本が必要になります。戸籍ってのはですね、 例えば結婚したり転籍したり、戸籍の改正などがあると、ですね一人の人でもいくつもですね戸籍ができるので、それをですね全部取らないと、亡くなった人に子供が何人いるかですね証明できないという話になりますので、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍等本を取ります。あとはですね亡くなった人の住民票除票ですね、これは本籍、記載のあるものを取ります。今度、相続人の書類ですね。さっきの例でで言えばですねま父老 さんの相続人は妻と,あと子供が2人いましたので、この3人のことなんですけども、相続人の書類としては、まず遺言書がない場合ですね、遺産分割協議で、 相続登記する場合はですね、印鑑証明書をそれぞれ取っていただくと。印鑑証明書を取るんですけども、これは印鑑カードがないとですね、取れませんので、司法書士の方で代行で取るわけにはいきませんので、各々のですね相続人に印鑑証明書を取っていただくということになります。で印鑑証明書ですね、相続登記に使う場合、有効期限ないんですけども、ただですね、 預金の払い戻し、銀行とかのですね預金の相続手続きに使う場合は、ですね金融機関ごとに3ヶ月とか6ヶ月とか、ですね独自の有効期限を定めていますので、その点はご注意ください。で、印鑑証明書をですね取るついでに、ですね同じ役場で住民票も取れますので、住民票ですね、本籍記載のあるものを取ってください。相続人全員の方ですね、住民票を取っていただく、本籍記載のものを取っていただくと。 それでですね、人によってはですね、まあ同じ役場で戸籍等本も取ることができるんですけど、人によっては住民票がある役場とですね、あと戸籍等本籍がある役場ですね、違う場合もあるので、それでもし違ってですね、取るのが 手間な場合はですねその住民票の本席欄の記載を見てですね司法書士の方でその相続人の方の戸籍謄本を郵送で取ることもできますのでもし手間な場合はあの司法書士の方にですね取得を頼むということも可能です。また、相続人非相続人のですね、まあ、書類もですね出生からなくなるまでの一連の戸籍謄本なんで役場が転々としているとですね転籍で転々としていると取りづらいですのでこの辺もですも、ね、手間なでい 必要であれば司法書士の方に取得の代行を依頼することもできますで今説明したのはですね基本的に相続人に子供が入ってくる場合のケースなんですけども例えばですねその非相続人の子供が亡くなってるケースさらに亡くなってる その不動産名義人の子供がですね、亡くなってるケースとかですね、あとは相続人にですね、親など直系存続が入ってくるケースとか、相続人に兄弟姉妹、亡くなった人の兄弟姉妹とか、お姉が入ってくるケースでは、さらにですね、 多くの複雑ななを集めるようになりますでこの辺もです、ね、ややこしいので、司法書士にです、ね、相続登記を依頼すればです、ね、まあ、この辺の戸籍は司法書士の方で収集もできますので、手間な場合はです、ね、司法書士に任せてしまうということも考えられます。まあ、基本的には印鑑証明書以外はです、ね、相続登記に必要な戸籍は司法書士の方で集めることもできます。 あとですね、法廷相続情報一覧図の写しっていうですね、一回ですね、戸籍等本一式集めたらですね、それを法務局に提出してですね、その亡くなった人の相続人は誰ですよっていうですね、その証明書を発行してもらうこともできます。これが法廷相続情報一覧図の写しというんですけども、これは証明書一枚がですね、戸籍一式の代わりとして使えるようになります。で、そうするとですね、 投機以外にもですね、預金の相続手続きとかでですね、銀行で戸籍投本一式出さなきゃいけないような場合も、この法定相続情報一覧図の写し取っておけばですね、戸籍投本一式の代わりに、この 一枚の証明書を出すことで足りるという話になります。ただ、遺産分割協議書とか印鑑証明書っていうのは、まあ別途出すようなんですけども、戸籍一式、相続関係を証明する戸籍一式の代わりとして、この証明書1が使えるということになります。で、この法定相続情報一覧図の写しもですね、あの、取得したいということであれば、司法書士に依頼すればですね、この証明書の取得もですね、代行できるという話になります。で、 まあ話を戻して戸籍等本一式が集まったらですね、今度は相続人同士で,ですね、その遺産の分け方を話し合っていただいて、で、その話し合いの結果ですね、分け方が決まったらその内容をですね、司法書士の方で遺産分割協議書として作る、打ち込むことができます。で、例えば亡くなった人のですね、氏名とか生年月日、本籍で、 亡くなった人を特定しまして、その例えば、父郎さんの財産をですね、次の通り遺産分割で分けましたということで書きます。で、例えば、じゃあ、この不動産は、一郎さんが相続しますよというふうに書くと。 あとは、例えばですね、預貯金もあれば、この預貯金は誰が相続するとか、まあ、それ以外に財産があったらですね、誰が取得するとか、まあ、このように書いてですね、で相続人全員の署名をして、実印を押印します。実印を押すということになります。で、これ、遺産分割の注意点なんですけども、遺産分割協議書の記載によってはですね、相続統計が 通らない可能性があります。例えば、不動産のですね、表記が正確にされてないとかですね、まあそういった場合ですね、相続登記が通らない可能性があるのでですね、司法書士にですね、相続登記依頼する場合はですね、この遺産分割協議書の作成もですね、司法書士に任せてしまった方が手続きがスムーズかとは思われます。で、あと遺産分割協議書の注意点としては、その応印ですね、実印の応印、陰影は鮮明に押すということ、 とですね、あとはページがです、ね、複数ページにまたがる場合はです、ね、放、ま、置、あ、機務めてです、ね、そのページとページの継ぎ目にです、ね、同じく実印で判故をしておくと、経印と言いますけども、判故をしてです、ね、ページの一体性が明らかになるようにしておいた方がいいということになります。あとはです、ね、相続登記にです、ね、法務局に出したです、ね、遺産分割協議書とか印鑑証明書、戸籍謄本とか一式はです、ね、相続登記が終われば法務局 法務局から戻ってきますこの原本還付という手続きが必要なんですけども、基本的に司法書士にです、ね、相続登記依頼した場合はです、ね、この原本還付の手続きも司法書士の方でして、遺産分割とか、競技書とかです、ね、戸籍謄本一式はあの戻す手続きをするのが一般的です。それでですね その戻ってきた書類を使えばです、ね、あの金融機関の預金払い戻しとかもあるんだったら、その戻ってきた戸籍とか印鑑証明を流用できるということになります。で、不動産のです、ね、相続登記の場合はです、ね、印鑑証明書の有効期限はありません。遺贈の,の場合とかだと話は変わってくるんですけども、遺産分割協議書に添付するです、ね、印鑑証明書の場合は有効期限と。 いいうのはないですただ、金融機関の預金の相続手続きをする場合は、金融機関ごとに印鑑証明書の有効期限を独自ルールで定めてありますので、ご注意ください。 で、遺産分割なんですけども、あの、他の相続人とですね、話し合いがまとまらないような場合で、その他の相続人との交渉を代理してもらいたいということであれば、それはですね、弁護士さんに依頼するようですので、ご注意ください。司法書士の方ではですね、他の相続人との交渉の代理というのは行っていないということになりますので、話がまとまらなくて自分で話、 をしないでま代理してもらいたいということであれば弁護士さんに依頼するという話になります。で話を戻しましてまあ、特にもう目ごともなくですね遺産分割協議書にですね相続人全員がですね実印をしてくれたらですね遺産分割協議書ですね司法書士の方で預かりましてでそれらとともにですね登記申請を相続登記のですね登記申請をですね法務局にすると。 で、おおむねですね、1週間とか2週間で相続登記が完了しましてですね、相続あ登記識別情報通知っていうですね、あのパスワードの書いた紙が発行されまして、まあ、それが権利書の代わりみたいな書類でして、その相続登記した不動産をですね、売ったり贈与したり担保に入れるような場合はですね、この発行された登記識別情報通知に書いてあるですね、パスワード、これをですね、 これが必要になりますので、最後、ですね、司法書士の方からこの統計識別情報というのを渡されると思いますので、それをなくさないように保管しておいていただくという話になります。でもし、ですね、預金の手続きもある場合預金の相続手続きもある場合なんですけども、相続登記完了後にですね、ホーム 国からですね、遺産分割協議書とか印鑑証明書、戸籍一式がですね、まあ、原本還付手続きすれば戻ってくるので、これを使ってですね、まあ、ご自身でも預貯金の相続手続きってのはできるかと思われます。そこで戻ってきた書類一式をですね、最後お返ししますので,で、それをですね、あの金融機関に電話してですね、まあ 預金の名義人が亡くなったのでですね、相続手続きしたいと言ってですね、まあ必要に応じてあの予約していくか、まあ金融機関によっては郵送でやり取りできるところもあると思いますけども、まあ店舗に行く必要があるのかとか、郵送でできんのか聞いてですね、まあそれで手続きをすると。で、あとはですね、金融機関、その独自の様式がありますので、そこにですね、まあ金融機関の指示通りいろいろ書いて、 あの反抗すればです、ねまあ、ご自身でも預金の払い戻し手続きっていうのはできるかと思われます。まあ、必要な書類は登記の時にですね、一式揃っているので、それを使い回しして、預金の払い戻し手続きもできるということになります。 でその金融機関のです、ね、手続きがです、ね、手間な場合はです、ね、預貯金の相続手続きの代行もです、ね、司法書士によっては承、ね、ってますので、必要に応じてです、ね、司法書士に依頼していただければと思います。 その他ですね、司法書士が相続手続きに関してですね、できることといえばですね、裁判所に提出する書類の作成っていうのも司法書士の業務になります。例えばですね、自分で書いた実質証書遺言があってですね、実質証書遺言の場合はですね、相続が始まったら、 家庭裁判所で兼任手続きっていうのをするんですけども、その遺言書兼任のですね、申した手書の作成っていうのも司法書士の方でできますので、まあ、必要に応じてですね、ご相談いただければと思います。またですね、特別代理人選任っていうのがあるあるケースがあるんですけど、例えばですね、夫が亡くなって相続人が妻と未成年の子供であった場合ですね、と未成年なので、未成年の子供が遺産分割協議に参加できずに 親権、ね、者である、じゃあその亡くなった人の妻がお母さんだから、妻がです、ね、子供の代理として遺産分割に参加してしまうとです、ね、その自分の妻としての立場と子供のですねその親権者としての立場で,です、ねえー、利益相反の状態になってしまうので、その場合、未成年の子供にですに、ね、特別代理人ってのをつけてです、ねで、特別代理人がその子供に代わって遺産分割 に参加するという話になるんですけども、それ家庭裁判所でですね、選んでもらうですね、特別代理人選任申立書の作成っていうのもですね、司法書士の方で受けたまることもできます。また、特別代理人自,自身にですね、まあ、適する人がですね、まあ、知り合いとかにいない場合ですね、まあ、司法書士の方で特別代理人へ就任するということもですね、まあ、受けたまっております。 まあその他ですね、相続人が認知症で遺産分割ができない場合です、ね、後見人などをつ、ね、ける必要が出てくるかもしれないんですけども、その,時のですの、ね、後見開始等申立て書の作成も司法書士の方でで承たま,われます。また、遺言書があってです、ね、まあ、遺言執行者が定められてなかった場合、指定されてなかった場合ですね、まあ、必要に応じて遺言執行者、選任 申し立て書も司法書士の方で承ることができますしまたですね亡くなった人にですね借金の方が多かった場合相続放棄するという話にもなることもあるかもしれないんですけどもこの時の家庭裁判所に提出するですね相続放棄陳述書の作成というのも承れますまた話し合いがまとまらない遺産分割の話し合いがまとまらない時にですねじゃあ家庭裁判所に遺産分割調停申し立て書をですね提出するといった時にこの申し立て書の作成も司法書士の方で受けます 受けた,まれるんですけどただ、その調停の場での話し合い自体はですねご自身でする必要が出てきてしまいますのでこの話し合いをですね代理で任せたいという場合はですね弁護士に依頼していただくという話になります。 それではですね、不動産の相続登記でですね、司法書士に任せられることを一通り説明してきました。ま,あ、まずは対象不動産の調査ですね、登記簿登本登記事項証明書を取ったりですね、あとは戸籍収集ということで、印鑑証明書以外はですね、司法書士の方で収集することもできます。また、話し合いがですね、相続人同士でまとまれば、その内容で遺産分割協議書を作ってですね、で、相続登記を 司法書士の方で申請する。こういった流れになります。司法書士柴崎事務所ではですね、不動産の相続登記、預貯金の相続手続き、遺言書作成支援等に関するご依頼を受けたまっております。ご依頼をご検討の方を対象にですね、初回面談相談を無料で受けたまっております。必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。 埼玉県東松山市の証書柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。